よそ者はこの世界に属さない。旅には必ず終わりがある。だけどアビスがカムクラを飲み込むまで私と天理に平和はなく、あるのは戦争だけ。姫様、トガリンを戦争兵器に変える計画は予想外の邪魔が入りました。封じ、彼は再び王座につくというの？いや、あの神の介入はすでに想定内でした。残念ですが姫様、その予想外の邪魔はあなたの憎しみ。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。私たちはいずれ再会する。だけどここではなく今でもない。旅の終点でまた会いましょう。お兄ちゃん、すべての淀みを見届けて。その時きっと私を理解してくれるはずだから。